30年にわたる本拠地の歴史が終わります。明日サンフレッチェはエディオンスタジアムでの最終戦を迎えます。明日のホーム最終戦に向けて前日練習をしているサンフレッチェ、いよいよ明日エディオンスタジアムでは最後の公式戦となります。今日午前エディオンスタジアムでおよそ1時間練習をしたサンフレッチェ、ホーム戦の前日恒例となる本番会場で最終調整をしました。冒頭の30分を報道陣に公開、試合前のため軽いメニューながら先発と控えに分かれての調整を行ったとみられます。サンフレッチェ一筋20年目の青山選手は今季初先発が見込まれ、 J2 降格や J1 優勝など数々の思い出を刻んだピッチに立つことになります。ファンサポーターの、ね、皆さんが、自分を、ね、待ってくれているというのは、理解してますし、その皆さんの、ね、気持ちというのを後押しに、前に前にプレーしていきたいと思います。エディオンスタジアムが、残念ながら寂しいですけども最後なので、はい、しっかりとお別れするためにも、皆さんと勝利で喜び合いながらお別れできたらなと思っております。はい、スタジアムでは明日の試合を待ちきれないファンもいました。サポーター全員で勝利を届けられるように僕らも応援してますので、ぜひ好ゲームを期待してます。明日のチケットは完売、8年ぶりの3万人を超える来場が予想される中、サンフレッチェのエディオンスタジアム最終戦が開催されます。